ね。ここの痛みがどうしても硬くなっちゃうと、この股関節が動きが悪くなってしまいやすい場所。ここの筋肉はね、ここの筋肉はね、前傾骨筋っていう筋肉なんですけれども、うん、とてもね、硬くなってしまって、うん、なんて言ったらいいのかな、伸びきった輪ゴムみたいな感じで、硬く伸びてる感じですね。私、よくつまずくんですけど。つまずく場合もね、ここの筋肉が硬くなってるからなんですね。これは痛いよね。うちのスタートみたいな、ここそうですね。筋肉が硬くなってしまって腰痛とかね、そうなんですか、はい、にもなったりする場所ですね。今からお尻を緩めていきます。頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか背中の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いので、お尻ちょっとしっかり緩めていきます。私がわざわざしっかり説明してるってことは結構痛いことなので、頑張ってくださいね。ここここがね、硬くなめくれるような感じですよね。この部分が硬くなってしまうと、どうしても股関節の周りが硬くなってしまって、前が痛かったりとかね、ここが痛かったりとかする場所ですね。右もします。ただね、右側が痛い場合ってね、左側でかばってることが多いので、左側が痛かったりすること多いです。では細かい場所をちょっと指でね、緩めていきますよ。あんまり痛くないですね。
というのは、ここからここまでくっついてるんですね。なのでここをねしっかり緩めてあげるとかなり効果的です。で、あの股関節の方にもよく効いてくれる場所ですね。私がわざわざ説明するってことは結構痛いので頑張ってください。ああ。で今押さえられているとね、そもそもそこをいつも叩いてるのっていうような場所だと思います。叩いてます。いやーよいしょ、よいしょ、ここだ、よいしょ。あとテニスボールを置いてその上に乗っかるというのも結構効果的です。名前聞いておいてくれ。何でやろ、左足がかばってた、痛い、ね、左の方が痛い。左の方がかばってるっていう感じですね。かばってる。うーん、痛いよ。もう少しだけね、押させてくださいね。ではね、仰向けになりましょう。上向き、上向き。よいしょ。